戸部合流の平野市洋神宮寺ゆうた岸ゆうたの退場後に活動本格化の予定来年のドーム級ライブも検討かわか。キングプリンス、イカキンプリを脱退した平野市洋、26歳、と神宮寺ゆうた、25歳が7月7日、滝沢秀明社長、41歳が設立した新会社、戸部の YouTube チャンネルの生配信に登場。 100万人を超えるファンが見守る中、飛べへの合流を発表した。生配信では、今後の活動について、神宮寺が、僕たちは皆さんの笑顔をたくさん見たいですし、まだ見ぬ景色、素敵な景色を一緒に見れたらなと思っております。とコメント。 ジャニーズ事務所の退所から1ヶ月半ばを経て充電期間が終わった今、いつどこでまだ見ぬ素敵な景色を彼らと一緒に見ることができるのだろうか。まず、楽曲だ。三羽滝沢さんとコミーの著名な音楽スタッフが平野さんと神宮寺さんのために集結。すでに制作が進められています。こう声を潜めるのは大手レコード会社の関係者だ。 彼らの新しい楽曲制作には、これまでもジャニーズ事務所所属のグループに多くの楽曲を提供してきたシンガーソングライターが関わっているのだという。特に急ピッチで制作が進められていたのが平野さんのソロ曲。彼のダンスレベルの高さを生かしたダンスナンバーだと聞いています。 ハイレベルで激しい振り付けながらも、緩急のついた華やかな曲で、平野さん自身も納得の出来だとか、すでに収録したという話も聞こえてきています。基本的にはソロ活動を展開し、その後、他のメンバーとのコラボに発展させていくプランがあるようです。音楽関係者、さらにレコード会社との話し合いも進んでいるという。 ごく限られたメンバーでの極秘の話し合いが進んでいて議論は6月日記に加速したそうです。もちろん、世界の市場を視野に入れた戦略が前提で、それに敵にレコード会社と話を詰めているようです。まもなく何かしらの結論が出ることになると聞いていますよ。前で音楽関係者。 彼らの姿を直接見ることができるライブも期待されるところだが、滝沢を知る芸能関係者は、残念ながら年内はないと思います。とし、こう続ける。今年の年末に東京ドームの予定を抑えているなどと報じられています。がどうも今のところ来年の春から夏頃にかけて各所でドーム級のライブが検討されているようですよ。 また、ライブの生配信は積極的に行っていくようで、トベの関係者が、トベリブジャパンという商標を出願しているようです。プロジェクトの発表はあのメンバーを待って、平野と神宮寺、二人の周りで新しいプロジェクトが縦横無尽に動き始めている。しかし彼らがそれを怖高に叫べないのには、理由があるようだ。 平野さん、神宮寺さんの具体的な活動はあるタイミングを待ってから本格化する予定だと聞いています。二人と同時に金プリを脱退しながら、ジャニーズ事務所に残った岸優太さん、27歳、の9月末の退場です。岸さんは8月末に公開の初主演映画、G メンの公開にまつわる番宣や舞台挨拶を務め上げてから退場する予定で、 彼を待ちたいという気持ちが強いようなんです。つまりソロのストリーミング配信などは10月以降になると見られています。前で音楽関係者となると本格的な活動再開まであと2ヶ月半ばほど。ファンにとっては長い長い2ヶ月半ばになりそうだが、それでもこの先が約束されていることは平野にとっても神宮寺にとっても そしてファンにとっても朗報以外の何者でもない。この状況を平野の身内も歓迎しているようだ。本誌、女性セブンが平野の母親に今の胸中を尋ねると安堵と期待の入り混じった声でこう答えた。まあほっとしたというよりはこれからなので、すでにファンとのコミュニケーションは活発だ。7日の生配信から30時間ほど経った8日から9日にかけて、 平ヤは自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、続々と寄せられるファンからの質問に、一つ一つ丁寧に答えた。潮君と今同じ時間にスマホ見てるってこの上ない、幸せという書き込みには困難で幸せならこの先もっと幸せが待ってるよ、よと返しファンを喜ばせた、平ヤ。彼の座右の銘である、愛感謝、が、再びファンに届き始めている。 米印女性セブン2023年7月27日号。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。